本日は BC リーグの開幕戦に潜入。翔平 TV の出身地でもある埼玉の埼玉武蔵ヒートベアーズを応援しに行こうということで、今回は取材に行ってまいりました。はい、どうも、翔平 TV です。はい、本日はですね、埼玉県熊谷市に来まして、熊谷桜運動公園野球場というところに来ました。 BC リーグ埼玉武蔵ヒートベアーズ対茨城アストロプラネッツの開幕試合をね、今回は取材させてもらうということで OK 出ましたんで、今回やっていきたいと思います。はい、で中に入るにあたって、まあ、手に消毒とか、マスクは絶対するということで、まあ、邪魔にならない範囲でね、撮影 OK ということでやっていきたいと思います。で今回は守備、バッティング、ピッチングで試合ということでやっていきたいと思います。まあ、プロ野球も独立リーグも、まあ、女子プロ野球ももう今月開催ということで、 BC リーグをがっつりとね撮影していきたいと思います。はい、では行きましょう。選手をご紹介いたします。宮野原健選手、選手会長、日大三高出身、東京学芸大学出身の選手です。昨年からとてもお世話になっている選手です。神玲也選手、花咲徳栄高校出身の19歳、練習生です。そして今年入団された梶瑛人選手、愛媛マンダリンパイレーツから移籍をしてきました。そしてお相手は富田大樹選手、県立熊谷高校、埼玉大学出身の選手です。そして厚生学園高校、関東学院大学出身の吉田大衆選手、なんとお兄さんがヤクルトスワローズの選手です。お相手は片山博史ヘッドコーチ兼選手、報徳学園高校から楽天にドラフト1位で指名され、2006年から2017年まで12年間プレーされた選手です。調子どうですか？いい感じです。いい感じですか？戦力いい。期待します。おはようございます。次は武蔵選手、九州国際大付属から信濃グランセローズに所属しておりました。そして今年から新入団で埼玉武蔵ヒートベアーズに加入ということで、とても期待できる選手です。現在は横田選手とキャッチャー練習をしております。正面サイド、はい、何関係ないよ、遅い俺。そして先ほど紹介しました横田博道選手です。本庄第一高校から東京情報大学、
時川クラブ野球団に所属しておりました。ちなみに翔平 TV は高校3年の夏、本庄第一高校に敗れ引退をしました。その時横田選手は高校2年生、時川クラブ野球団に僕も2年間ほど、所属しておりました。その時は確か横田選手いらっしゃらなかったんで、僕が辞めた後に入ったと思います。危ないよ、痛い、当たったとこ、大丈夫、 BB はい、おい、なんだこれ、あるよあるよ、ほら、うっそ、はいはい、はい、はいや、オブラーイ、はい、おっしゃー、おー、はい、おっしゃー、え、本当に我慢してんじゃないか、やっと、あえ、これは余裕だ、舐めてる、カモンカモン、これは舐めてる、おっしゃー、練習日覚えといてね、これね、はい、あ、大きい大きい、あ、これだったらいいけど、あー、ただね、今のバウンド変わったの、はい、行くよ、はい、オッケー、はい、ゴール、はい、はい、はい、いや、入らないよ、せーの、はい、わーた、はい、たあ、携帯撮ってるからね、オッケー、ワンダー、いいよ、はい、ワンダーデイ、はい、ラインかけて撮って、はい、いかがだったでしょうか。埼玉武蔵ヒートベアーズ、開幕戦前ですね、練習に潜入ということで、もう2本ですね動画上がりますんで、そちらの方チェックお願いします。BC リーグに限らず、女子野球、少年野球、中学野球、高校野球、すべて、取材受け付けておりますので、気軽にメールの方よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。するグローブはこれプラスこちら、これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何種類です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000に突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000に突破したらプレゼント企画を開始と、許可出ましたんで、今回はですねこちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ
8000人いたらあげますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。トモヘイ TV2020 年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画以上となります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。トモヘイ TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。